ニュートラル姿勢、仰向けになりマットの上に寝転びます。両膝を曲げ、足の幅は座骨幅に広げて、つま先は正面に向けていきます。両腕は体の脇に置き、肩甲骨は臀部の方へと引き下げます。顎を軽く引き、首の後ろを伸ばしておきます。準備が整ったら、両手で三角形を作り、骨盤の前の出っ張りと恥骨のところに置きます。この時、恥骨を引き下げる方と引き上げる方とで個人差があります。両手で作った三角形が床と平行になると、背中には手のひら1枚入るくらいの隙間ができます。この状態をピラティスではニュートラル姿勢と言います。このニュートラル姿勢のまま、すべてのエクササイズができることが理想と言われています。ピラティスの基本の姿勢なので、しっかり覚えておきましょう。